今回の2回目なんですが、はい、前回と比べて症状の方は今いかがでしょうか？前回と比べて腰痛が 2,3 割残ってるかなっていうのと、うんうん、肩こりは前回はマシだったんですけど、うんうん、最近重たい荷物持ってるせいかちょっとひどい気がします。あ、かしこまりました。今じゃあ肩の方が今肩の方がちょっとしんどいです、うんうんうん、特に左右どっちが辛いっていうのはありますか？それはないです。全体的に、はい、かしこまりました。まあ、約2週間ぶりのね施術なので、また前回と同じような形でやっていきます。はい、よろしくお願いします。また動きからまた、見ていきたいんですが、はい、できる範囲でいいので首ぐるっと回してみてもらってもいいですか？はい、逆回してみてもらって、今突っ張る感じとか引っかかる感じとかはないですか？突っ張るとかはないですけど、なんか動きが鈍い気がします。かしこまりました。では一度横向いていただいて、一度ですね首を下向き上向きってやってみてもらっていいですか？今はいかがでしょう、突っ張る感じとかは。前後にはないと思います。OK です、 OK です。ではですね一度肩幅開いた状態で、はいはい、できる範囲でいいので前と後ろ前屈と後屈してみてもらってもいいですか？はいはい、じゃゆっくりと後ろに沿ってみてもらって、できる範囲でいいんで無理せずに。あ、OK です、OK です。今、痛みとかは特に出たりはしないですか？ちょっと左の方が若干痛いかなっていうのはあります。あ、かしこまりました。では、一度ね、整頓していきますので、はい、横のベッドに上向きでお願いします。はい、まずゆっくり右向いてもらって、少し上向きましょう。楽にして、だなと。で左向いてもらって少し上向きます。で楽にしてだなと。じゃあ一度ね座っていただいてもいいですか？はい、足を伸ばしたままお座りください。でゆっくり戻れます。で首の章でここで両手を組んでいただいていいですか？はい、で一回下向きましょうか。で脇閉じた状態で少し胸を張ります。ゆっくり持たれて、で大きく息を吸って、はい、吐きましょう。じゃあもう一度脇閉じた状態で、少し胸を張って、で大きく息を吸って、はい、吐きます。で、もう一回、ね、脇閉じてから、ゆっくり持たれましょうか。で、息を吸って、はい、吐いて、で一度背中丸めます。もう一度ね、ゆっくり持たれて、息を大きく吸って、はい、吐きながら戻ります。で肩の力をストン、はい、手を下ろしましょうか。左足を曲げていただいて両手もらいます。ちょっと引っ張りますよ。で肘曲げたまま楽にしておいてください。楽にしてた。次逆向きでお願いします。右足を曲げてもらって一回手引っ張りますね。肘を曲げた状態で楽にしておいてください。じゃあ次は上向きでお願いします、はい、前の股関節は今はそこまで痛くないというか、そんなに気にならないですか？痛くはないですけど気にはなります、うん、気になりますか、はい、一回足曲げてもらってちょっと開きましょうか、はい、可動範囲かなりいい状態キープできてますね。はい、足伸ばして右足を曲げましょう。はい、一回足開いてもらって、はい、足を伸ばします、はい、もう一回足を曲げてもらってね、ゆっくり開きましょう。ポキポキは言いますか？若干若干はい、
まあ、開いてもそんなに言わない。ちょっと言いますね。ちょっと言いますね。前よりはマシ。なんか音になってるところが違う気がします。あ、今日は。はい。いつも一緒のとこが鳴ってるんですかね。ちょっとね、あの音鳴ってる付近の筋肉を緩めていくので、はい、一度ね、足開いた状態でこのまま楽にしておいてください。はい、ちょっと押していきますよ。はい、ちょっとここね、痛いですけどね。痛いですここはね、ちょっとごめんなさい。あともう一箇所だけ。これでね、もう一回足開いてみましょうか。はい、ゆっくり開いてみてもらって、もう一回開きます。はい、ポキポキはなりますね。ポキポキはなります、うん。まあ、可動範囲は広がっているので、まあ、そこまで痛みが出るとかっていうのはないかなと思います。はい、ちょっとポキポキ、ね、なるのは取れないけども、はい、足伸ばしていただいて、で次はまた横向きでやってもらっていいですか。入り口の方を見て横向きお願いします。はい、一回左手上に上げて、腕の力を一旦ストーンと下ろします。そのまま楽にしてたらと、左手を後ろに回します。でゆっくりと後ろに持たれましょうか。で今度は逆向きでお願いします。はい、右手をね、今度上に上げてもらって、腕の力をストーンと出しましょう。楽にして、そのままでダラーンと。じゃ手を後ろに回しましょうか。でこのまま後ろにゆっくり戻れてきてください。指回り失礼します。力抜いてね、楽にしてたらと。はい、下ろします。この左側は失礼します。楽にしてたらと。よろしくお願
はい、せっくりと起き上がってください。今回2回目のボキボキ矯正でしたけども大丈夫でしたか？はい、すごい気持ちよかったです。ありがとうございました。よかったです。じゃあまた動きの確認していきたいんですが、できる範囲でいいので首ぐるっと回してみてもらってもいいですか？逆回してみてもらって、うん、今いかがでしょうか？あ、すごい回りやすくなりました。よかったよかった。あとね、横向きになっていただいて、はい、またね、下向き、上向きってやってみてもらってもいいですか？今、首はいかがでしょうか？なんか、やりやすくなりました。あ、OK です、OK です。今、肩も凝ってる感じとかはどうですか？もう、すっごい最高にスッキリしてますよかったです。じゃあ、あとね、肩幅開いた状態で、はい、できる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後屈お願いします。後ろ反ってみてもらって、はい、あ、OK です、OK です。今は腰はいかがでしょうか？だいぶマシになりました。OK です。まあ、前回と比べてね、腰は8割良くなってるって最初おっしゃってましたけども、はい、まあ、残りまだ 2,3 割ぐらい残ってるっていうことなので、ちょっと一度今日はこれで様子見ていただいてもいいですか？はい、ありがとうございます。じゃあ今日一旦ここまでにしておきますんでね。はい、ありがとうございました。